はい、皆さんこんにちは、しのたんです。ちょっとすいません、こんな顔でびっくりさせてしまったかもしれないんですけど、今回は、タイトルにもあるんですけど、今ね、このステイホーム中結構時間がたくさんあって、やることがあんまりね、なくなってきてるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、ちょっとやりたいメイクがあって、結構いろんなメイクを今までやってきたと思うんですけど、90年代の海外モデルさんのようなすごいこうゴージャスな、でもちょっとスモーキーな感じのメイクは今まであんま多分やったことなかったと思うので、今日はそれに挑戦していこうと思います。やったことがなくって、もう本当にぶっつけ本番みたいな感じなんですけど、いろいろ90年代のスーパーモデルさんの写真を集めました。特徴的にはやっぱりそのちょっとスモーキーっぽい感じの目元だったりとか、結構眉毛はキリッとした感じだったりとか、そういうメイクが多かったので、今日はこんなような雰囲気で自分なりにメイクしてみたいなと思います。チャレンジ系なのかな、挑戦してみようっていう企画です。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速やっていくんですけど、カラコンもいつもと違ったカラコン入れてます。なんかね、今日外国のモデルさん風っていうことで、カラコンを発色の良いハーフっぽい感じの目になれるようなカラコンをつけてみました。ただメイクの完成を見て、なんか違うなって思ったら外そうかなって考えてるんですけど、とりあえず私目が悪いので、このコンタクト今はつけております。じゃあまずベースメイクやります。ベースメイクはこのモデルさんもしっかりやってるイメージが私は強かったかな。まず下地がこちらのマックのストロボクリームです。これを全体的に塗っていきます。今日はとりあえず土台をしっかりと作って、綺麗な肌を作っていきたいので、それを意識しながらやろうと思うんですけど、肌はまとめな肌が主流というか、なんか今ほどツヤっぽい肌じゃないなって感じたので、まとめな肌でいきたいんですけど、全部がマットにしすぎてもちょっとあれかなっていうことで、下地だけ今回ツヤっとするような感じのものを使っていこうと思ってこれを選びました。見てわかると思うんですけど、発光するような感じの肌を作ってくれます。ただこの後マットなファンデーションとかをのせていくので、これはもう本当に仕込みとして塗っていく感じかな。続きましてファンデーションをしていきたいと思います。シューウェムラのアンリミテッドファンデーションですね。このファンデーションはツヤタイプとマットタイプがあるんですけど、もちろんマットタイプを使います。で、なんか外国の方のベースメイク、私が感じるのは、外国の方ってベースメイクをすごくしっかりとやるイメージがあるんですよ。日本だとそれつけすぎじゃないっていうぐらいつけるイメージがあって、だから今日はね、ちょっと普段よりもたくさん、絶対にこんなにつけないだろうなっていうぐらいファンデーションつけてみようかなって思ってます。じゃあある程度広げれたらスポンジで伸ばしていきます。続きましてコントアリングをしていきたいと思います。まず影からつけていきます。ニックスのブライトアイディアスティックを使っていきます。こんな感じの結構濃いカラーで仕込んでいきます。とりあえずこんな感じかな。結構衝撃的な絵ですが、であとコンシーラー、ロレルパリのコンシーラーなんですけど、今度は逆に軽くしたいところ、ハイライトを主に普段のせてるところかな、仕込みとして入れていきます。じゃあこれをスポンジで伸ばしていきます。はい、とりあえずコントアリングは終わりました。よし、そしたらこれをパウダーでセットしていきたいと思います。これもシューウェムラのアンリミテッドシリーズなんですけど、パウダータイプが新しく出たんですが、筆にとって全体的にこういう感じでふわっとのせていきます。はい、こんな感じで OK です。まだベースメイク続いてしまうんですが、コントアリング今したと思うんですけど、もっともっとよりはっきりとさせていくために、今度はパウダーを使います。 MAC のパレット、これほんと便利なんですけど、まずは濃いめのカラーからやっていこうかな。さっきのせたところをパウダーでよりちょっとこうピンポイントにというか、陰影を作っていきます。
そしたら次はこっちの明るい方のカラー、上の方のカラーを使ってさっきコンシーラーを塗っていたところらへんをもう一回パウダーを与えていきたいと思います。このラインも入れてあげるとすごく綺麗に見えるので、ここにも入れてあげます。はい、ということでこんな感じでベースメイクは完成になります。ベースメイクだけでも多分30分ぐらいやってた気がしますじゃあ続いてアイメイクに移っていきます。では使うアイシャドウパレットがズーシーのパレットを今回使っていこうと思います。06番ですね。こういった感じのカラーが揃っております。目元に彫りを作っていきたいんですが、結構今回スモーキーな目元にしていくので、もういきなり濃いブラウンカラーを使っていこうと思います。これを取ってこのクリースの部分、平たい族なのでクリースとかね全然ないんですけど、ここだろうなみたいなこの骨のあたり、ここに乗せていきます。こんな感じでちょっとぼかしつつ入れていきます。こんな感じで塗りました。続きましてこれよりも薄いカラー、左上のカラーにしようかな。これでちょっとこの眉毛の下あたり、ここら辺を少しこうぼかしていくイメージで塗っていきます。よりこの境目というかを自然に。そしたらまたさっきの濃いブラウンカラーを取って、これを下まぶたを囲っていくような感じで塗っていきたいと思います。結構ギリギリにのせていく感じかな。がっつりといっちゃいます。ちょっと目尻の方は太めになるように塗っていきます。そしたらさっきと同様にこっちの明るいカラーを使ってちょっと境目をぼかしていきます。続きましてこの右下のブラックのカラー、これを取って、これはもう結構がっつりと上まつげの際を埋めていくような感じで、ラインみたいな感じかなって引いていきます。これもまた目尻がちょっと太くなるような感じで塗っていきます。筆についた残りで少しこの下のまつげの際も埋めていく感じで、これは目尻側だけでいいかな、目尻3分の1ぐらいつなげていくような感じでのせていきます。はい、こんな感じです。続いてアイラインを引いていくんですけど、あんまり延長ラインを描いてる印象がなかったので、今回はもう目尻の延長ラインは引かずにこの粘膜を埋めていくような感じで塗っていきたいので、このペンシルのアイラインを使います。もちろんブラックでやっていきます。この内側をなぞるようなイメージで塗っていきます。やっぱりちょっと目尻の方は若干太めに引いていくのがいいかな。下もがっつりと引いていっちゃおうかなと思うので、この際をブラックで囲っていっちゃいます。じゃあ両目こんな感じでできました。今回つけまつげは使わないでいこうと思ってて、まつげはやっぱしっかりとボリューム出したいので、とりあえずマスカラ下地を塗ります。 MAC のフォルスラッシュマキシマイザー、ボリュームをより出していきたいと思います。結構90年代のモデルさんたちを見てると、まつげめっちゃ長いってよりはボリュームがあってとてもゴージャスな印象があったので、今回はボリューム重視でいきたいと思います。本当にこのマスカラ下地塗るのと塗らないのじゃ結構まつげのボリュームが変わってくるんですよね。どうしようかな、下まつげも一応塗っとこうか。
よし、こんな感じで OK です。とりあえずちょっとだけ乾かしたいので眉毛を次やっていくんですけど、眉毛が本当にね、私心配自分の眉毛結構あるので、この形をねどうやって変えていこうかなっていう風に今思ってるんですけど、90年代のモデルさんたちの眉毛って本当にもうなんかすごく意志が強そうな、とってもキリッとした眉毛をされてる方が多くて、太さもそこまで太くないんですよ。どっちかっていうと細めなのかな、の眉毛の方が多かったんですけど、私すごい平行気味の眉毛なので難関というか難しそうなんですが、とりあえずペンシルでガイドラインを描いていこうと思います。眉毛これできるんかな。とりあえず前頭をグッと下げる感じの方が多分綺麗にいく気がするので、ちょっと頑張ってみます。ここからこういう感じ、なるべく眉尻は上げたいので、これ私大丈夫かな、眉毛めっちゃ太くなりそう。まあやってみますか。眉山が結構しっかりしてるイメージがあるんですよね。眉山も作りたいから、こんな感じかな大丈夫かしら、絶対太い気がするぞ。そしたらちょっとリキッドで描く感じで埋めていきます。どうだろう、こんな感じで眉尻をグッて下げて上がってるような感じに見えるように頑張って描いてみました。ちょっと太い気がしますが、まあまあまあ、眉マスカラは一応しとこうと思います。これでちょっとなじませていければいいかな。ちょっと今さすがに太すぎる気がする。ちょっと印象を薄くして、眉毛これで良いか、大丈夫か、難しい、やっぱり。まあいいでしょう。そしたらマスカラを塗ります。ロレアルのマスカラです。これはボリュームタイプなんですけど、ブラックですね、マスカラも。やっぱマスカラ塗るだけで全然違うな。こんだけ目の周り黒くしてるけど、マスカラ塗ると一気にもっとよりゴージャスになりますね。じゃあ下も塗っていきましょう。はい、ということで、じゃあマスカラも塗れて、目元はこちらで完成です。あー疲れたー。続いてチークを入れていきたいと思います。チークもこんなメイクなので、そこまでがっつりって感じではないので、馴染みやすいようなカラーを使います。ベージュ系がいいかな。このさっき入れたシェーディングのところ、この上あたりにのせていく感じで、ちょっと血色感をプラスする感じかな。はい、こんな感じで。続きましてハイライトをのせていきます。ハイライトなんですけど、さっき言ったみたいにツヤ感というよりはどっちかっていうとマットな感じのイメージがあるので、このパウダーっぽい感じ、あんまりラメラメっとしすぎてないようなハイライトを使いたくて、マックのミネラライズスキンフィニッシュライトスカペード、これを使っていこうと思います。これで鼻筋と鼻の先と、すごい綺麗。じゃあそしてやっとラストです。リップを塗っていきたいと思います。まあこんだけ目が強いので、ナチュラルなヌードなカラーを使っていきます。今回リップライナーを使ってくっきりとした唇を作っていきます。マックのスパイスっていうカラーかなを使っていきます。とりあえずこのリップを縁取って、こちらで中を埋めていこうと思います。結構これね紫っぽい感じのカラーなんですけど、ポンポンポンと塗って広げていこうかな。結構紫が強いのである程度塗って、リップライナーとなじませるイメージで広げていきます。よし、じゃあこんな感じでしょうか。これでメイクは一応完成になります。じゃああと髪の毛をちょっと頑張って今からセットしてきます。はい、ということでできました、一応なんかね、本当はもっとゴージャスなんですよ、髪の毛も。だけどちょっと私の髪の毛の毛質的にすごく猫っ毛なので、もともとボリュームが出ない髪の毛の質で、これが限界でした結構これでも頑張ったんですけど、でもなんかもうただのボサボサ感がすごいんですが、本当はもっとねふんわりとしたカールの感じなんですよ。
本当はね。まあでもちょっとこれが限界でしたが、まあこんな感じで完成いたしました。どうですかね。もちろんいつものメイクとは全然違うと思うんですけど、ちょっと90年代っぽい感じに慣れてるのかなこれ。どうなんだろう。まあでもすごくスモーキーな目元だったりとか、この眉毛だったりとかで、ちょっとカラコンがね、微妙かなって私は思ってて、これもこれでありだと思うんですけど、カラコンもしかしたらない方がいいんじゃないかなって思うので、ちょっと一回撮ってみたいと思います。はい、ということで撮ってみました。こんな感じです。私は目が悪いので全く今見えてないんですけど、どうですかね、撮った方がいいのかな。でもなんか撮った方がやっぱり私アジア人なので、なんか馴染みがいいっていうか、より自然な感じがするかなっていうふうに思うんですけど、どうでしょうか。こんな感じで今回はちょっとまあチャレンジ系だったので、見て楽しんでもらえたら嬉しいかなっていう感じの動画でございます。結構初めてやるような感じのメイクだったので、新鮮な感じがして結構私満足かも。似合う似合わないは置いといて、とにかく楽しかったです。はい、ということで、まあ、今回はこんな感じで90年代の海外モデルさん風なメイクをしてみました。すごく楽しかったので、ぜひ皆さんもなんかお家で暇だなっていう時間があったらやってみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。え、乾く。